まあ、最近ねスーパーとか行ったら皆さん気づいているかどうか分かりませんけど、クジラの刺身とかね、クジラのベーコンとか、まあ、クジラが結構流通し始めまして、まあ、そこでねいくつかちょっと僕も考えたことがあります。まあ、今こうやってね、商業捕鯨が大会になりましたけども、まあ、今までやや言ってた欧米がね主に結成してた国際捕鯨委員会ですか、最近点で話題に出ませんよね。日本が脱退して資金の提供がなくなったからで、今更ながらなんか戻ってきてほしいとかっていう話を結構ね、まあ、ネットとかのニュースとか見ても出てきますけども、もともと国際捕鯨委員会とかでも日本が参加していたのはクジラというものを通して生態系をきちんと維持する、まあ、大量にね魚とかを食べたりしますからね。同じように日本人の考え、日本人の文化っていうのが、まあ、例えば和歌山の隊長とかあっちの方行ったら漁でね取ったクジラを祀ってる、供養しているという神社もあったり、またね中国地方だったかな、あっちの方に行けば皆さんがいろいろね焼肉で食べたとかいうふうにね食料として取っている牛さんですね、それを祀る神社とかもある。日本というのは、まあ、基本的に八百の神の国ですから、いろんなところに神様がいる。当然食べ物とかに関しても、まあ、仏教の考えがね結構入ってきてるとは思いますが、日本は昔から手を合わせていただきます、ごちそうさま、命に対して感謝をする、何か物事そういうことに対しても感謝する。例えば今日僕らがこうやって今凱旋やってますけど、外見たら天気晴れてますよね。これも要は神様が日頃の僕らの行いを見てこういうふうに晴れたっていうことでね、いろんな神羅万象全てにおいて感謝するというのが、まあ、日本人の文化であり伝統であると僕は思ってますけども、でなぜこんなことを言い出したか、大東亜戦争で負けたから、まあ、アメリカの、ね、影響が強くなりました。まあ、アメリカ一神教ですよ。もともとね、神という、キリストという、ね、神がおって、その下に人間がいて、牛とか豚とか鳥とか、人間がね、自由に生きるために好きなだけ殺そうが何しようが、どうでもいいと。それが発展していって、結局アフリカとかの奴隷貿易、アメリカ大陸の地下資源、これを活用できない人間、およびアフリカとかでもそうですね、インディアンとかでも、いや土地を活用できないような人間は白人に対する奴隷だと、神から与えられてると、そんなもんは人間じゃないというような考えが、まあ、アメリカ以外でもヨーロッパでもそうですけど、キリスト教一神教の国ではそういうのがまかり通ってきたから、世界地図見たら簡単ですよね。アフリカとか中東でも国境線まっすぐが多いじゃないですか。勝手に一方的に線引きしてるんですよ。その結果どうなってるか、いくつかの国に分かれていても、欧米が勝手に引いた国境線のせいで民族が分断して争い、戦争、紛争が生まれている。それでいて何を勘違いしたか、世界の警察だとかって勘違いして何をやったか、アフガニスタンでもそうですよね、イラクにも何民主主義をっては言いながら騒乱を引き起こして、本心は何か、我が国無理やり開国させられたのと同じ資源だとか利権目当てですよ。ある意味大東亜戦争というのは、そういう白人主義、欧米のね、そういう価値観、一神教の価値観と、よそにはない我々のような八百万の神、多神教との戦いであったと僕は思っています。
で確かに戦争では負けました。まあ面積とかね、国力とか工業力で言ってもね、まあ正直勝てるわけがない戦争でも、靖国とかの周遊館とか特攻隊で懺悔された英霊のね遺書とかを見ても分かるように、負けると分かっていても奴らに目に物を見せてやると、そうしなければ日本という国はあいつらに取り込まれて奴隷のようにして終わるという思いで、戦争の善悪は抜きにしても僕らが今こうやって生きてここに立って、まあ皆さんもそうですけど、こうやって命をねつないで いける、こういうものをしっかり作っていくために、それはね誰もね自らの命を差し出したくないにもかかわらず、僕らね後世の人間のために戦った。じゃあ今その命というバトンを受け継いだ僕らどうですか。アメリカが言ったらね、はいって、うん、あの郵政でね溜め込んでた320兆円ぐらいのお金、はい差し出しますって、保険も民営化します、派遣とかでね食い込みたいから、はい非正規雇用解禁します。今ね自衛隊の方のねあの F-15 と並んで F-2 戦闘機、あれも自分らで独自開発しようと、初めはねアメリカも OK と、なんやったらエンジンも供給するからって言っておきながら、まあこれは日本の方針もブレたというのもありますけども、対空戦闘に特化するのか対艦戦闘に特化するのか、エンジンまともに作れるかどうかわからない。でアメリカが政権変わったら何をした、アメリカ主導で開発しろ、日本で作った技術は全部提供しろ、だけど俺らアメリカの技術は機密はあんたらにはあげないよ、世界の警察を気取ってるような、ね、世界のね経済を率いてるかのような、欧米各国の本当の姿がこれですよ。白人さえ良ければどうでもいい。原爆落とされた時もはっきり分かると思いますよ、黄色人種で猿以下の人間には平気で落とす人体実験で。じゃあ朝鮮戦争でマッカーサーが使わせてくれって言った時に使わせなかった、なんでって、北朝鮮の軍にロシア人入ってたからよね。ロスケだとか赤だとかって散々言っときながら白人の頭の上には落とせない、でも日本には落とせた、なんで、黄色人種だから。ベトナム戦争でもそうですよね、黄色人種の頭の上だったらガンガン枯葉剤落とせるんですよ。もう今や懐かしい名前ですけど、ベトちゃんドクちゃんみたいな奇形児が生まれても知らん、森林ガンガン焼くようなナパームだとかもね平気で落とす。でもその辺が終わってソ連がバラバラになり、でソ連から独立した国々とかがひょっとしたら同じ白人同士で戦争をやるかもしれない、そういう危険が少しずつ出てきたら、はいこれ禁止あれ禁止、白人にとって都合のいい社会を作ろう、お前ら有色人種は俺らに従っとけばええんだというのが、はっきり言えば今の欧米特にアメリカの方針ですよね。日本にねやれ自由だどうこうだ民主主義だ持ってきたとしても結果どうです、自分らの自由のためだったら他人を泣かせたりね、この間もあったけど電車の中でタバコ吸いたいで注意したね高校生とかボコボコに殴られる、自由っていうものを市場にあの一番トップに置くのは構いはしないけども、我々の道徳感根本的に他人に迷惑かけるのやめましょうとか、年長者お年寄りは敬いましょうとかっていう価値観をぶっ壊して、己の自由のためだったら何をやってもいいと、
このような価値観をばらまいた国、これが未だにもって世界で君臨し続けてる。でそんな君臨してるね国を見たら、まあ、今のシナ中共みたいにちょっと金ができて対抗できるような力ができたら、あいつらと同じことやろうと、規則やルールとか道徳観とかそういうものは何でもいいって。もともとシナ中共はそういう国でしたけど、なおのことこう輪をかけてますよね。今オリンピックやってますよね、思っきり謎の判定多くないですか。まあ、中国にとっては今のアメリカのやり方思いっきりマッチしてます。己らのためならルールなんてへったくれもないと、なんじゃそりゃ、おいしいのって。己らが勝つためなら何でもやる。でオリンピックがあるから、平和のね祭典があるから言うときながら、ついこの間百何十機かな、台湾の防空識別圏内に中国軍機が侵入して平気で匂わしてる。片や同じ裏でね、水面下で何とかつながろうとしてるロシアはね、一体どこに対して己らの利権の確保のために出ようとしているか。僕らはね、ただアメリカが嫌いだとか白人帝国が嫌いだからって言ってるわけじゃない。八百万の神がねおって、いろんなところにね神様がおって、人の目もあって、他人に迷惑をかけない、お互い理解していきましょうって、人の輪というものを大事にする、この日本人の感覚が世界に広まらないことには争いは終わらないと思ってるからですね。大陸続きで戦乱がずっと続いて、同じ民族であってもたった一本のこの国境線というもので分かれてしまっていたら、同じ民族でも血みどろの争いを繰り返す。でそれに対してニヤニヤして眺めながら、でどっちの方が資源があるかな、どっちについたら美味しいかな、で肩入れしてるのがアメリカ。こんなような状況がこのまま続いていったらどうなるか、ね、今のロシアと、ね、ウクライナかな、あっちの方の争いだって一歩間違ったら第三次世界大戦なる可能性もある。そこに対してきっちりとものを言って、でお前らに、まあお前らというのは傲慢かもしれないですけど、あなたたちにこの感覚、この概念が身につかないことにはいつまでたっても争いは終わらないよと言えるのが我が国日本ではないでしょうか。そういうようなね、祖先から脈々と受け継がれてきた世界に誇れる道徳感を持った我々日本人が何も言わない、ね、政治で投票すら行きやしないのに、ああこの国はねあかんわと、日本終わったとかね、何今生活苦しいから国にね10万よこせ、ああだこうだ言うておりますけども、今の日本人、日本の国の劣化っていうのは、はっきり言えば僕ら一人一人の価値観が間違ってるから。何でもかんでも自由があればええって、そんなもんじゃないで、自由を謳歌したり主張するには義務がある。他人に迷惑をかけないとか、その義務を果たしてないからわけのわからんのでね、タバコ吸いたい、注意した、で高校生がボコられる。今の世の中、お年寄りとかがね、子供がね、アホなねことやってたり危ないことやって注意したら切れる。下手したらそう注意したじいちゃんが刺される。このような国になったということに僕ら自身が危機感を持ってないから、これこのままだったら本当に2歳3歳の子供、大人になった時に我が国でも血みどろの争い起きますよ。今でもその傾向出てますよね。車で走っててちょっと車間距離近かったら、信号で止まったらね、降りてきてね、お前何煽ってんだこれって
運転席が引きずり出して殴り倒すとか、まあ逆に危ないよという意味でね、クラクション鳴らしたらお前調子に乗りやがってっつって自分の車の前に来て衝突事故を起こすんじゃないかっていうぐらいまで危険運転をやる。でもこれなんでって、戦争に負けて我が国の道徳観がぶち壊されたからじゃないですか。こんなね、あのリアル北斗の拳のようなね、修羅の国みたいな方にどんどん突き進んでるこの国に住んでいて我々は幸せなんですか。こんなわけないですよね。世界で一番初めて、あの初めにね、世界人種平等宣言出したのは我が国日本です。後付けだったとかどうこうと言われても、八甲宇宙、あの八つの星々が一つの宇宙になると、要するには天皇陛下のもと全ての民族は平等だという考えを当時の英霊は本気で信じて、大東亜共栄圏、白人帝国とかに対抗できるようにアジア圏がまずまとまらなあかんなんて、これに対して本気で戦った。だからインドネシアだとかでも尊敬浴びてるんじゃないですか。搾取ばかりではない、病院医療だとか教育学校とか日本から金を持ち出して水準を上げて、その中で現地の人間を登用して、そこの国が独立できるようにって本気で信じて戦った僕らの祖先、そういう人たちの思いを僕らはね、駅伝のようにこの今の命というね、バトンを受け継いだんだから次の世代に受け継がなきゃならないんですよ。そこをね、一度真剣に考えて、何でもかんでもね、自由だ、今の世の中がパラダイスだ、ああアメリカは強いから何も物言えない、そんな諦めではなく、言わんきゃならないことはきちんと言えばいいんです。その強さを僕ら一人一人の個人のその軸の強さをしっかりとですね、持ってこれから生きていけば必然とこの我が国というものは変わっていくと僕はそう確信しております。